約束された場所で、アンダーグラウンドには、村上春樹のノンフィクション文学作品。1998年11月、文芸春秋より刊行された。2001年7月、文春文庫として文庫化された。1995年3月20日、地下鉄、サリン事件を起こした、オウム真理教の信者、元信者8人に、村上自身がインタビューをし、 それを中心にまとめた書籍である。インタビューの書出は、文芸春秋1998年4月号から11月号に掲載されたポストアンダーグラウンド。後書きは、本の話1998年10月号に掲載されたエッセイ、時代の精神の記録、林育を、オウムと私についてを元にしたものである。当初本書は、アンダーグラウンドの続編として、 同じ講談社で取材の作業が進められる予定だった。しかし同社内で大幅な人事動があり、アンダーグラウンドの時と同じチームを組むことが不可能になったので、やむを得ず、媒体を文芸春秋に移すことになったと、村上は後に述べている信者らの名前がかなであるか、実名であるかは、文中では明らかにされていない。米国の詩人マークストランドの詩一人の老人が、 自らの詩の中で目覚めるがエピグラフに引用されている。翻訳は村上。約束された場所でというタイトルはその詩の本文から得た。2000年6月、英訳版、アンダーグラウンド、ザ・東京ガス、アタックザ・ジャパニーズ・プシュケが、上記、アンダーグラウンドと合本の形で刊行された。翻訳は、アルフレッド・バーンバウムとフィリップ・ガブリエル。村上は、 あとのかわい早音との対談で事実をどんどん聞いていくことがある場合には非常にきつく事件を口にすることで良くなる人と悪くなる人の両方がいて途中からは悩み始めたというありがとうございます。